ありがとうございます。ニュージードリフトライフチャンネルのたけしです。今日はですね、このクルーズドサンデーブリングザバッシュっていうイベントの、第1日目土曜日の、走行日になります。昨日とはですね、打って変わってたくさんの、ドライバーがいろんなところから、まあ、クイーンズランドからメルボルン、シドニー周辺あたりから、みんな来ているということなんですね。もうね、走行時間始まってますけども、もうね、やっぱ台数も多いですし、もうみんな、まあ、かなり絡んで走ってるんで、僕もね、これからちょっといろんな車に乗せてもらえるのがちょっと楽しみです。じゃあ行ってみたいと思います。すごい、もう続々と車が集まってきますね。
彼がですね、シェベロって言って、このブリンザバッシュのイベントのオーガナイザー、今回 DAIGO さんと自分をこうね呼んでくれたんですよ。 Thank you so much today. すみません。 Thanks for organize everything because action can press because this is issue maturity time. Yeah, tonight party. Tonight party. 今夜はパーティーがあるそうです。 Can you tell me about this vehicle a little bit? Yeah, you want me to pop on it? Yeah, yeah. 100 PS. Uh-huh. A little laggy.Yeah, it has the full Heyman kit. Ah, full Heyman kit. Yeah, it's even got the relocated steering rack that Daigo. Oh, really? Okay. This front suspension setup, based on Saito. Yeah, ah, okay.Hopefully it's up to his standard. この車500馬力の1JZ ですね。これに、ギャレットの3076のターボチャージャーが取り付けられてます。エタノール燃料が使われてるんで、それほど水温的には問題ないそうですね。おそうですね。すみません。
僕はすごいすごい今回初めてこの車乗らせてもらって、いやあれ結構難しかったんですけど、でもね、あのとても楽しい経験できました。 All right, thank you. すごい。いや、いかがだったでしょうか。もうね、もう大悟さんの水槽やばいっすね。やばい、リアルな水槽をもう間近で見れて本当嬉しいです。で、今日もね、これから打ち上げ、みんなでこうね、ビールこれから飲むような感じになるんで楽しみにしてます。Best driver of the day, Mez. Yeah, I made it. Best tandem goes to Dago Sato. おめでとうございます。まあ、そんな感じで、また明日も続くんで2日間走っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。